皆さんこんにちは今回は AO 推薦入試面接対策想定内の質問について学んでいきましょう面接には想定内の質問があるとお話ししましたつまり品質の質問こういった面接ではよく聞かれる質問というのがあるんですこれらを最低限事前にまとめておくことが大切なんですね では実際に想定内の質問どのようなものがあるのかを見ていきましょう自己紹介この自己紹介というのは面接で入室してすぐに聞かれることが多いです内容を簡潔にまとめておくことが大切です氏名はフルネームで苗字だけではダメですできれば一分二分三分この三バージョンを用意しておくと良いでしょう 長所と短所これも極めて基本的な質問です特に多い受験生の間違いで短所について致命的なものを言ってしまう人がいます例えば人が嫌いですと言ったりコミュニケーション能力がありませんこうした回答というのは面接ではふさわしくないので注意してくださいそして長所短所を考える際にそれぞれの 裏返しで考えると答えが作りやすいというのがポイントにあります例えば人の世話をするのが好きですというのが長所であれば逆にそれが行き過ぎてしまうとおせっかいそういった表現ができるかもしれませんこの短所は長所の裏返しまた長所は短所の裏返しこのことを覚えておいてください 次に、高校生活についてです。これは、大学受験であれば、ほぼ間違いなく何らかの形で聞かれる質問です。いくつかパターンを考えておくことが大切です。例えば、一番楽しかったこと、一番頑張ったこと、また高校生活で一番大変だったこと、それをどう乗り越えたのかなど、こうしたパターンを考えておくといいでしょう。 死亡理由です面接で死亡理由が聞かれないことはありませんですので内容を簡潔にまとめておくことが大切です自己紹介同様1分、2分、3分この3つのバージョンを用意しておくといいでしょう死亡理由については少し長くなってしまっても問題ありません必ずしも福利の法則にのっとって答える必要はありませんですので いかに相手にわかりやすく伝わるかどうかそれを意識しながら志望理由をまとめておいてください研究テーマとその内容についても品質ですこれも他の質問と同様に内容を簡潔にまとめておくことが大切です特に研究の要点を整理しておくこと研究の目的は何か研究の方法は何か最終的なゴールは何かこうしたところを 重点的に聞かれますのでよくまとめておいてください卒業後の進路についてもよく聞かれます大学卒業まだ入学していないのにその先のことを答えるのはなかなか難しいかもしれませんが未来のことを考えているというところで将来性をアピールできると思いますですので具体的な企業名というのは自分の選択肢を狭めてしまうことにもつながりますので 答える必要はありませんまた職業特定の職業である必要もありません自分が社会で将来どのように活躍したいのかこういったことを答えられれば十分です最近気になるニュースについてもまとめておくといいでしょう社会に対する関心というのが伝わります特にこの最近気になるニュースを答える上では鮮度が命になってきます 具体的には直近1ヶ月以内のものをニュースとしてあげましょう研究に関連するものと直接的には関係のないものこの2つを用意しておくといいと思います最近読んだ本についてもニュースとともにまとめておくことをお勧めしますその際漫画は NG です小説でも構わないのでタイトル、著者、その概要 感想こういったものを整理しておくといいでしょう一次課題についてこれは入試で面接までに課題が出ている場合はまとめておく必要がある質問です質問から面接までの間に何か修正した点があればそこを重点的に答えていくようにしていきましょうその他事務的な質問をまとめておくことが大切です例えば平岸校の有無 死亡順位経費支弁つまり誰が学費を支払うのかこういったことを事前にまとめておきましょう想定内の質問を一つ一つまとめる作業というのは非常に時間のかかる作業ですしかし本番で必ず聞いてきますので是非丁寧にまとめてくださいではコッスンでした